家電フレンズ。もう自分の作品まあまあ手元にないんだよね実は。うん、あのルゴだけないって。ああね。やはりそれ以外全般のすごいよね。うん、キャラが出てくる系のの最高傑作多分ゴルゴだけどね。あーなるほどね、うん、確かにゴルゴさまあ面白い側だったよね、うん、なんで気にしたって言ったっけ、なんかもういい感じになっちゃう。あーなるほどね、うん、とあるゴルゴなの、うん、ゴルゴなのにレールガンで攻撃してる。あーね、手から電撃出すから、ね、あそれ本当にそういうレールガンだ、うん、あとラムちゃんのフィグマのフログの電撃のアイテム。あなるほどね、だけのやつだけど、うん、電子レンジャーのノベルゲーム送ってもらって、うん、選択肢1回2回しかないけど、うん、なんか電子レンジャーが朝目覚める時から始まって、うん、
で、おい起きろ電子レンジマンみたいなんで、うるさいなつ、この男はシルバーフェイスマン、家電ヒーローの隊長だつって選択肢出てきて、まあ、なんて答えるかっていう。で、なんかおはようシルバーフェイスマンみたいなのと、ペフっていう選択肢があって、おはよう選ぶと、そのまんま話に入って進行するんだけど、ペフを選ぶと、もういい、死ねお前はっていうのを挟んだ後に、まあ、おはようを選んだと同じのに繋がっていくっていう。そういうやつあってる。あれ、なんだって何で作ったんだっけ、なんかさ、簡単にテキストを打ち込むだけで、ノベルゲームになるソフトがあったんだよ、うん、それで君作ったの送ってくれたのあったんだよ。なるほど。もう多分どこにも現存してないよ、ね、うん、シルバーフェイスマン、シルバーフェイスマン、あいつもう出てこないよね、やっぱり。でもさ、あいつ体調感あるからね、うん、デストローだからよね、うん、あいつ悪だったからななんでそこだけ守るんだろうね。ね、同じ死んだけど何回も復活するのよ。ね。悪だったっていうのは変えられないのか。うん、長編だったからだよね。なるほど。うん、あいつが裏切ったせいで影色みんな死んだから。ああ。千年後の話だったの、そこからしばらく。あ、それそんなに。うん、そこからもう10話弱未来編だったよ。そんなだったんだ、うん。ちゃんと解決して終わるからね。あ、なるほどね。その時間軸がシルバーフェイスマンが裏切る前に戻ってからシルバーフェイスマンを殺して回避するって。ああ、なるほどね。ああ、まあでもなかなか悲しい話だよね。ああ、まだ裏切ってないのに。今私隊長出てるから。ああ、そうなんだ。ああ、最新回にいるよ多分。あ、本当？ああ、私隊長。なるほどね。ああ、なんだっけ、あいつハワードだっけ。ハワードじゃねえわ、ハワードデキストなんでなんだっけ、隊長の名前確認する。覚えてはないんだ。よく殺されるモブで出てるやつが隊長なの。なるほどね。あと人間が石になる京都スパイダー選手なんかしょ、見た気すんだそれ。うん、リチャード召喚した。あー、なるほどね。字幕が全部あるという真面目な作りになってるけど、環境ゼロっていう。ああ、なるほどね。じゃあ字幕出していいか。ああ、まあそうか。リチャード将軍、リチャード将軍。あと電子レンジマンの設定でまだ残ってるのは、あの宇宙人の強さは人間でも殴れば殺せる程度っていう。ね、これも消えてない。そうだよね、消していいのに。要するに地球人的にはキモいから触りたくないという理由で、家電ヒーローに地球守ってもらってる感じだよね。なるほどね。その気になればそんなことないっていう。やっと分かったんで、その回が何度かやってるから。あ、なるほど。で、この前投稿した電子レンジのおさらい動画でこの回で釣った。なるほどね、うん、見てるだって確か、うん、あれ松島さとみの回入ってたっけ。入ってたね。あー、入ったか。最後あたりに入れた。ああ、よかったよかった。松島さとみは外せないと思うんでしょ、正直。あれベスト3入るやつね。俺は松島さとみだ。あれ、なんで松島さとみ。名前の由来不明だよね。俺の偽物をやってる。やってる。ああ、そっか、厳密にはそうなんですか。1コンパスかな。まあね、乗ってた頃だもんね。だって、あ、合併しましょうってセリフが仮面ライダーディケイドでも使われてた。あー、なるほどね。合併しましょう。あー、あ、スルバドラッグのスグルとスグル軽井沢頃だ。軽井沢頃てかさ、東京リベンジャーズじゃん。あー、思ったけど合併してたから。そう、電車、あのほら、あれは軽井沢頃、そしてスルバドラッグのスグル、奴らが合流すると、あたりは火の海になるって言われている夏止めるじゃん。そうそう、東京リベンジャーズってそういう話だよ。なるほど。マイキーとなんだかってやつが合併するのを防ぐ話だから、あれそういうことなんだよ。先駆けてんじゃん。ねえ。あー、確かにそういうのもあるわ。あの回ストーリー凝ってるよ、多分。ねえ。電子レンジの中でも。確かにさ、ちゃんとしてるよね。なんか、
時代が過去だから送られるんだっけ。そうなんかで悪いことしないと倒さないと帰れないけど、鏡の世界だ、うん、鏡の世界に送られて、うん、で鏡の中の世界でいいことをしないとっつって、うん、出れないぞってなって、ただなんかこういい行いをたくさん見てしまうんで、うん、人の、うん、そしたらなんか悪人といえど殺せないみたいになるんだけど、うん、ナレーションで君本人がこんな番組でそんな真面目なオチでいいのかって言ったら、うん、あ、そうかっつって全員殺して、うんうんうん、なんか終わりみたいな、うん、せっかくいい話になりかけたところで、うん、いいのかよこんな番組で真面目なオチでっつって、うん、あ、そっかってなっちゃってもみんな倒して終わるみたいな、うん、思えばメタ的なことをするっていうのも先駆けてて、うん、今結構みんなやるけど、うん、神の声であれするって、まあ1位コンパス、あ、2位サトミ、3位なんか交通安全、まあ捨てられないね交通安全。で交通安全も確かに面白いんだよな、あの山陰だけどあの回だってなんか覚えてるぐらい好きだからね、うん、あ、危ない、そう獅子の16の、うん、ナンバーを覚えて、電子レンジはあの火の用心ってもつく、なるほどね、あのそういうビデオ風のね、危ないっつって、あのさ僕一個さ、電子レンジマン史上一番すげえシーン覚えてるっていうかあってさ、はあ、電子レンジミサイルの回、はあ、分かんない、チクチクデザイトミサイルの話があったか覚えてる、電子レンジミサイルっていうのを使って敵倒す回があるんだけど、はあ、電子レンジマン史上一番映像すごい、あれか爆発がすごいやつか、ミサイル本当に飛んでくやつ、 あれすごいよね、え、なんかのアプリのやつ、ねえ、電子レンジミサイルってさ、あの、はあ、パシフィクリームのレザーバック倒して、はああれすごいわ、あのシーンだけとかアップしてこういう人形に撮ってますって言ったら、え、すげえってなると思うんだろ、リアル爆発起こってるもんだよね、ねえ、電子レンジマンの普段のやつでああいうこと絶対ないよね、え、あの UFO から始まる回もあるよね、あった、あの本当にちゃんとした UFO から始まるっていう、 あとさ PSP 時代だと思うんだけどさ、うん、敵が炎の中で会議してる回もあって、あったあったね、ねえ、あれすごいね、あれもすごいよね、うん、あれすごいすげえエフェクトかかった、そう、何喋ってたか忘れてるけど、あの回もちょっとまだ見たいとか、爆弾魔大決戦と俺の偽物ともう一本ぐらいあるんだっけか、 PSP のやつあると思うよ、うん、何本かあったもん、敵でも味方でもって予告だけ、あ、わかんない、全然次回、敵でも味方でもって終わった回やってる、なるほどね、うん、電気ストーブマンにもなんか切れた帽子マンっていう正体不明の回ある、なんだっけ、あのさ ファーストシーズンの最終回とかが、うん、終わった後に、うん、黒い画面ってずっと続くのよ、うん、で、あれいつまで経っても終わんないなと思って見てると、うん、電気ストーブマン切れた帽子マンの回っつって、うん、巻きっつって、うん、そこで切れてんの、謎だよね、え、いや切れた帽子マンっていう、しかもね昔まだ電気ストーブマン終わって間もない頃は、君がその切れた帽子マンってどういう回なのって結構気にしてたっていうのがあるで、しかもだけど君さ多分ねパロディやってるよ、ないからっつって君が切れた帽子マン作ってなかったっていうの、多分なんかに入ってる、初期の電子レンジは全然磨かしてないもんね、そういえば、ああね、第2部とかの頃、ああ見ると面白いのかな、どうだろうね、まあでもうい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 しいかもしれない、うん、第1部もさ、あの
ダークマザー、ダークマザー、あれもさ、ビッグマムとかの先が出ちゃ先が出ねえ、ゴッドマザー、女ラスボスみたいな、うん、敵組織名が割とどれもかっこいいね、うん、バラゴムシス、ね、バラゴムシスのリブでデストロイが出てる、うん、3番はクリーバス軍団だ、うん、で、トキメキサイバルとかダークサイドね、うん、ダークサイドをやたら気に入ってて、うん、なんだっけ、ボブザファイナルで、うん、こいつとは多分戦ったことがないみたいな、一つ目で相まって戦ってんだよ、ね、ちゃんと戦ってた、多分だけど、あ、でも戦ってたよね、うん、なんか蹴りつけてないのが戦ってない判定になってたよね私は弱体化させて終わったから、 あの石を投げたら弱くなるんで、ね、この石があるから1000倍強みでも言ってたら、ああ、じゃああの石どかせば1000分の1になる、なんでなかなか頭いい、うん、は解説法、しかもまたやってその展開を後の時も、ああ、そうですね、別のやつと戦う時になんか前みたいにやればいいんじゃないか、 ね、そうすればそうなるんじゃないかって、キャノンズ提督だ、キャノンズで、あ、やばい、図星だわっつって、うん、で、キャノンズが左遷っつって撃ったら、うん、避けられて自分で石破壊しちゃうんだよ、うん、なかなか凝った戦いだって、あの、まあ、コーネムコンボイで面白かったのが、うん、あの、爆弾が街になんか仕掛けて依頼が来て、うん、早く取ってよってところがちょっと面白かった早く取ってよ、早く取ってよ爆弾をあれ爆弾はあの、ああ、この中に入れて爆発させれば大丈夫なやつ、ね、入れるなん、あれなんなんだろう、核シェルターがなんかなんだ、うん、なんかそれにぶち込んだら爆発しても大丈夫っていう謎の頑丈なケース出てくる、うん、あ、なんか雑に核ミサイル使ったかやってあったね、うん、キャノンズに核ミサイル撃ったんだけど、うん、全く効かなかったっていう、それだから電気ソーマーの世界の敵は割と人間じゃ倒せないレベルっていう、うん、電子レンジャーの敵は人間でも倒せない、ね、人間で殺せるのに500が超えたからね、電子レンジャーはいつの間にか、すごいね、うん、規定率より多かった、相当いってるね、うん、まあ、分数は1個5分から10分ぐらいだけど、あ、15年ぐらいで公約は超えしてると、あ、ね、週換算って言ったら何週間分ぐらいだった、一時期の取ってる時期の量が多すぎるね、え、確かに大人になってからさすがに本数減ってるもんね、うん、今年に10本ぐらいだと思うんだけど、月1本取るかぐらいね、え、うん、まあでも今今日新しいメンバー増えたからまた取ると思うよなるほどね、アスラン手に入っちゃったし、あ、まあそうだよね、やめろ、なんか、うん、うんこ、本当に言ってるやつ、ダメだよ、まだ動かないで、シードの映画まだなんだね、今年だから来年だからやるんじゃないかって、なるほどね、一応なってるらしいけど、どうなる、全然情報が出てこないもん、新しい敵はこれだとかさ、うん、ないね、こういうモビルスーツが出るぞとかさ、うん、全然上がってこないよね、うん、プラモのフォビドゥンガンダム出るけどね、あ、で前さ フルメカニクスで出たらいいなって言ったってるもんね、うん、まあ買うと思うよ、いや僕もさあの3機欲しいんだよな、うん、再販直後ならまああんじゃねえ、もう多分だけどカモスアビスガイアだったら間違いなく迷うことなく行くと思うけどね、出るかね、あいつら難しいよね、うん、人気が多分ね、フォビドゥンとかほどないよね、うん、でも見た目のキャラ立ってんだよね、あのガンダムとしてのさ、うん、変形するしね、ねえ、カオスアビスガイア、うん、フルメカ行ってほしいな、なんなら普通の HG のサヤンもそいつらあんまないよね、うん、このガンプラ買うようになってから売ってんの見たことないもん、あー確かにね、サヤンサービスが嫌な、気に入ってんだけどな、うん、新しいやっぱシードの映画やるんだったらまた何か3期出んのかって、うん、なんかあのサスティナブルとかサスティナブルガンダムの名前
ガンダム、サスティナブルガンダム。なるほどね、うん、サスティナブルってどういう意味？まあね、最近よく言ってるやつで、ね、サスティナブル SDG ガンダムと。あー、なるほどね、うん、SDGs って言えなかったけど何がいいんだか分かんないけどね。あ、ね、FOG ガンダム、サステナブルはでもさ、意味次第ではかっこいい可能性あるよね。うん、でショッカーも確かさ、うん、サステナブルなんてなかったらね、持続可能だから。あー、なるほど、サスティナブル、持続可能であるさも、持続可能なエネルギー使うガンダムだったらね。あー、そういう発想もあるか、うん、僕今浮かんだのはさ、もう量産、うん、あのもう要は持続的に生産可能なみたいな、それが、でもそれインパルスガンダムだよね、はあ、サスティナブル、いわゆる永久活動できるガンダムの中に工場があって、そこからゾロ目が出てくるのと。なるほどね、はあ、それがサスティナブルガンダム。そう、強いんじゃない。エイジとかがそのノリだったらよかったんだけどね、あれ武器作ってたもん、その場で、はあ、サスティナブルガンダム、ガンダムの口開いて、はあ、小さいガンダムいっぱい出てきて飛んできて、なるほどね、敵の目が破壊してくる。だからその路線のガンダムがあってもよかったよね。エイジってそうだと思ったもんね、最初。さっぱりあの鎌使わないね。3回ぐらいしか使ってないよね。今ねっつる鎌、あのエイジの鎌、エイジ鎌なんて鎌じゃなくて、なんだっけあれ、なんとかの答えか。あーあーあーあああ、鎌ってそういうとか、あのエイジシステムか。そうそう、ドッズライフルとタイダとスパロと何か作ったってこと。いや、ないと思うわ。ないよね。あ、そう、漫画でなんか風車みたいな。あ、そうだね、うん、漫画だとそういうの。ラーガン死ぬ漫画でね、ラーガン、ラーガン面白いかもしれないね。あのラーガンが死ぬなんてって顔してるもん、うん、で、あの漫画先になんか知ってるから、ラーガン死ぬのだろうなと思ったら死なないっていう。ね、なんじゃそれやってんだよ。あれ見てた頃、ラーメン屋のラーメンっていうのラーガンと空飯だもん。そんな感じでね、ラーガンでした。ね。